皆さんこんにちは、ハンドメイド講師のみかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はハーバリウムを作っていきたいと思います。久しぶりのハーバリウム作成なんですけども、この瓶なんと見てください、ハートなんですよ。めっちゃ可愛いです。バレンタインに間に合うように作りたかったんですけども、バレンタイン過ぎてしまったので、ホワイトデーちなんだハニーテール使ってハートのハーバリウムを作っていきたいと思います。とっても可愛いハーバリウムなので、それでは作っていきましょう。このチャンネルではお花を使ったハンドメイド講師6年やってきた私の知識を惜しみなくお伝えしております。見るだけでハンドメイドの知識が身につきます。ハンドメイドに少しでも興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はハニーテールを使ってハートを作っていきたいと思います。ホワイトデーなので白い感じの優しい感じのハートを作りたいと思います。大きさをなるべく揃えてあげましょう。全部この茎をギリギリで切ります。こうするとこのツーンってなった方をハートのクリってふわってした部分にするときつめのハート私は勝手にきつめのハートって呼んでるんですけども、きつめのハートになります。逆にシュってなってる方をこんな感じでくっつけてあげるとこうふんわりしたハートになります。これはねお好みなので好きな方を使ってください。グルーガンでもいいですし、ボンドでもいいのでくっつけてください。可愛く見えるように、グルーでほんとちょっとだけつけてもらって、ここのところでこうキュッと押さえます。そうするとこんな感じでハートになります。もう一つ白いので大きさをね揃えてください。プリザーブドフラワーって人工的に色はつけてるんですけども、基本は自然のものなので形が実だよ。ここのところにちょっとだけつけて、熱いので気をつけてください。ちょっとこんな感じです。オイルの中に入れてあげるとふんわりするので、今見てるよりかはふんわりすると思います。キュッてつまむとき熱いので気をつけてください。はい、こんな感じでね簡単にハートが作れます。こちらのハートを使ってハーバリウムを作っていきたいと思います。今回はこういった感じで飾っていきたいと思うので、いっぱい入れすぎると窮屈になるので、まあ入れてみましょう。何色にしましょうか。かすみ草とかだったらごちゃごちゃしてる。姫わらびを入れたハーバリウムにしようかな。姫わらびはでもオイルに浸ると透明になっちゃうんですよだけどもハートをとどめておきたい、支えておきたいっていうところで、姫わらびにその役目を果たせるか。こんな感じ でここにこう、まあやっぱそこまで浮いてこないかなっていうのはあるけど、入れてみよう。ちょっと難しいかな。ちょっとこううまく入ったら可愛いんだけど。この後ろにわらびを詰めるか。並んだ。よし。そしてピンクを下の方に置いて。綺麗に入ってね。
そしてピンク入れて白入れようか。ちょっと詰めすぎかな。ここハートハートで重ねて、もう可愛い。ハートとハートを重ねて、そしてハート、そしてハート。これはむずい。何がむずいって、相棒のかすみ草が入れられないっていうところは、入れてもいいんですけどね。場所的にはこれで OK ですが、オイルを入れたらどうなるか心配。入れてみよう。こんなゴールドを入れたいんだけど、我が家には合わないのでゴールドはなしでいきます。グリーンを入れようかってすごい迷ったんですけども、ホワイト系のハーバリウムが欲しい。ちょっと入れ物がなくて、ミネラルオイルをこの状態で入れます。難しい上にこんな状態で入れるなんて、なかなかすごい試練な気がします。こうして入れようか。いきます。うわっ、わわわわわわ、下がっちゃった下がっちゃった。下がるような、こうかな。なかなか、いつもならね、オイルを入れる瞬間が綺麗って言ってね、見ていただくんですけど、今回はちょっとそういう余裕がございません。いいよいいよいいよ、とりあえず蓋しよう。どうなってるんだろう。ギリギリまで入れないと気泡がここの方へ回ってきちゃうので、ほんまギリギリまで入れます。いつもだったらここまでって言うんですけども、配置的には OK じゃないですか。いいんじゃない、いいんじゃない。ハート飛んでるみたい、かわいい。こんな感じでハートの風船が飛んでるようなアーバリウムができました。いかがでしょうか。かわいい、めっちゃかわいい。どうでしょう、ちょっとすごいとこへ乗せてるけど、かわいいかわいい。この重なり具合もなかなか。最後リボンしておきたいと思います。よし、これがホワイトデー的なハーバリウムが完成いたしました。下が濃いとよく映える気がします。この土台が濃いものの上に置いてみてください。こんな感じで完成です。よかったら皆さんも作ってみてください。ハンドメイド好きさんのためのオンラインサロンやってます。興味がある方はぜひ概要欄ご覧ください。また公式 LINE ではもっともっとハンドメイドが楽しくなる、あなたが生まれ持つ数字の秘密プチ鑑定を無料でプレゼントしております。ぜひ受け取ってくださいね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、YouTube のサブチャンネルもやっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミカでした。それでは次回のハンドメイドをお楽しみに。